さんこんにちは、プラハでビボです。本日は友人キャプテンフランタ操縦のセスナから空の旅をお届けします。空から見たチェコはどのように見えるのでしょうか。それでは離陸します。に位置するムラダーボレスラフの空港から離陸しました。チェコが誇る自動車メーカーシュコダの街です。シュコダ自動車ミュージアムの動画がありますので、そちらもご覧ください。街を飛び立つとすぐ麦や牧草などの畑が広がります。さて本日はセスナでドイツに行ってランチを食べる予定でした。ちなみに今日乗っている飛行機がこちらです。4人乗りのセスナです。しかし国境に近づくにつれ厚い雲が広がり、ドイツ行きを断念せざるを得ませんでした。そこで急遽行き先をチェスケビデオビッツェ空港に変え、そこでランチを取ることにしました。チェコで一番美しいお城、フルボカ城が見えています。チェスケビデオビッツェで着陸するも、レストランが開いておらず、また離陸です。するとチェコの原子力発電所テメリーンが見えてきました。チェコには原発が2カ所あります。ティーナット・プルタボー、人口約7800人ほどの町です。ルジュニツェ川、ルジュニツェ川の全長は208キロ。オーストリアに源流があり、ベセリーナとルジュニツェまで流れ、ブルタバ川に合流します。
ベネショフの空港です。こちらに着陸し、ここで今度こそランチを食べます。旋回し、西側から着陸態勢に入ります。このピスチェ城が見えてきました。ハプスブルグ家フランツ・フェルディナンドが所有していたお城です。こちらも動画をご覧ください。着陸前にゴルフリゾートコノピシチェが見えてきました。ここも人気のあるゴルフ場の一つです。それでは着陸しましょう。残念ながら空港そばのレストランは開いておらず、ランチ難民です。ベネショフ、プラハから南東約40キロ、人口1万6千人ほどの町です。フェルディナンドビール醸造所があります。ショビッツェ、人口約1500人ほどです。高速道路 D1 ブルノ方面と E55 ターボロチェスケーブデオビッツェ方面の交差点になっています。ラベ川、ドイツ語だとエルベ川です。クルコノシェ山脈ラベからドイツのハンブルグまで流れる全長1091キロの川です。さあ、まもなくムラダーボレスラフの空港に到着します。今回は飛行機でチェコ上空を散歩した動画となりました。ランチですが、結局着陸後に車でハンバーガーを食べに行くこととなりました。いつかドイツ行きをリベンジしたいです。その時はキャプテンフランタ、またよろしくお願いします。それと飛行機に乗りたい方、ぜひご連絡ください。キャプテンフランタが快適な空の旅を皆様にお届けします。